こんにちは。こんにちは。ひろいです。金子です。最近、ダイエット頑張ってる方多いじゃないですか。はい。お客さんとかでも、視聴者さんでも。全然食べてないのに、痩せないんですって言われて、若い頃は、嘘だって思ってた。ああ、なるほど。でも、だんだん年を取ってきて、自分にも当てはまるし、そういう方が本当に食べてないんだなっていうのを実感するわけ。はい。食べてないのに、なぜ痩せないのか、人は。今日はそれの理由と解消方法をご紹介したいなと思います。はい、大体食べないで痩せない人って、体の疲労度合いが高い人が多いんだよね。なるほどなるほど。体の疲労度合いが高すぎて筋肉がガチガチになったり、血流が悪くなったり、要は省エネで生きようとしてるんだよね。そうすると余計体がガチガチになって、柔軟性もなくなってきて、血流も悪くなって、老廃物が溜まりやすくなる。それで排泄がうまくいかなくなって、どんどん脂肪が蓄えやすくなっちゃうから、体を動かすということがすごく大事なんだけど、いかんせん疲労困憊で体を動かせないじゃん。そうですね。ということは、体を回復しながら体を動かしていくことが大事じゃないですか。はい。でもそんな方法なかなか皆さん知らないと思うんで、今日はですね、この体の仕組みをですね、全部こうバラバラに動かして、痩せにくい体を一気にこうエネルギー消費体にしていこうかという、そんな方法をご紹介しますので、ぜひ一緒にやりましょう。そしたら仰向けでやっていきます。手は横について、足を頭の横まで持っていく。息を吐きながら、そうです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 。で、戻す。そんな感じです。はい。これを5回やっていきます。じゃあ、いきますよ。はい。大きく息吸います。で、吐きながら持っていく。いけるとこまで持っていく。足がつくかな。で、キープ。キープ。キープです。1、2、3、4。はい、戻して。おお。息吸って、はい、吐いていきます。ふーっと息のところまで持ってってください。ふー、いいですね。ワン、ツー、スリー、フォー、ファイブ、はい、戻します。自分がどんな体勢になってるのかめっちゃ気になる。あ、そう、いい感じよ。いい感じですか。はい、じゃあ大きく息吸って、はい、いきます。ふーっといってください。いいですね。1、2、3、4、5、はい、戻します。はい、じゃあもう一回息吸って、で吐いてください。ふーっていきます。そうです、そうです、そうです。いいですね。1、2、3、4、5、はい、いいですね。ふーって戻します。はい、もう一回いきます。息吸って、吐きます。ふーって持っていきます。いいね、こんな感じ。1、2、3、4、はい、戻します。ふーっと戻して、ふー、いいね。次ラストです。はい、大きく息吸って、吐きます。ふーっと、金子さんみたいにこう足がね、つく人はついちゃって、いけない人は途中で止めてもいいんで、はい、はい、戻します。いいですね。気持ちいいっす。そしたら今度うつ伏せ。うつ伏せ、はい。うつ伏せになったらですね、足の甲を持ちます。で、このまま揺れる。こう。そう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 です。それ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 です。これ30秒揺れててください。はい。いきます。よーい、スタート。ふー、そんな感じです。ゆりかごのように。若干体を反る感じですかね。無理な人は、その足を持ったままキープでもいいです。あ、こういう感じ。はい。揺れるときにね、伸びるでしょ。伸びます。こっちが。すごい伸びます。こうやって。はい。はい。こうやって揺れる。楽しい。誰かにこうやってやってもらってもいい。ほい。子供喜びそうですね、こういうの。そうだね。でも子供のときもっとさ、揺れれなかった。もっと揺れてました。揺れてたよね。はい。大人になると揺れれなかった。全然反れないんだな。はい。OK です。おお。そしたら、このようにうつ伏せになったら、左手を右に横に持ってくる。ねじりながら。そうです。で、戻す。今度右を左に持っていく。ビューン。はい、で、これ戻す。はい、戻すときはこう横からの方がいいですか。横から戻しましょう。横から戻します。はい、繰り返していきます。はい。こういう。そうですね。シュッと。4回4回の8回繰り返していきます。はい。いきます。左から1。ビューン。はい、戻して。ふー。いいね。はい、今度右、はい、ヒューン。
はい、戻して、そうです、よいしょ、はい、3、これは気持ちいいですね、これは、あ、気持ちいい、はい、戻して、はい、4 ありがとうございます、はい、はい、5 5いいね、そう、こう体をね、ねじることが大事なんだよ、6、体をこうねじる、すごいね、ねじるね、はい、ちょっとやっぱこうどんどんねじっていこうかなと思って今年は、そう、7 どんな年だよそれ、体をねじる年って決めたんだよもう後半なのに今年の後半なのに、はい、ラスト、はい、戻して、いいねじり、はい、 OK です、はい、皆さんお疲れ様でした、お疲れ様でした、疲れはしないね、疲れはしないですし、普段伸ばさないとこが伸びた感じします、この骨盤、胸椎、うん、全体的にやらなきゃいけない動きを取り入れたんで、はい、そうすると体がバラバラに動くんで、疲労も回復してくれるストレッチになるし、活動的な筋肉の働き方もするので、これをやれば痩せにくい人も確実に痩せやすくなると思うので、ぜひ毎日これを続けて疲労困憊の体を活力のある体に変えていきましょう、そしていつまでも美しく綺麗なあなたでいてください。このようなアピアランス TV では、今でも綺麗でいたい、いつまでも若々しくいたい、そんな方々が増えてほしいという思いで動画をお届けしてますので、よかったら高評価とチャンネル登録よろしくお願いします。それでは本日もご視聴ありがとうございました、ありがとうございました。実は1年前から松平健さんと枕を作っていました。作った枕はこちらになります。名前は健眠枕と言います。おお、いい感じでしょ、気持ちいいですねこれ。そうなのよ、これ実は体圧分散実験してて、こっちが従来の枕、はい、これが健眠枕、すっごい平均的に圧がこうやって分散されてるの分かる、はい、寝まーす、おおこれはこう分かりますか、卵割れないようにふわって、実際柔らかさどれぐらい違うかちょっと触ってもらいたい、全然違う、これ、うん、柔らかいじゃないですか、うん、柔らかいと頭とか体がぐって沈み込みすぎるんじゃないかって思うんですけど、うんうん、寝てると全然そんな感じないですね、そうなんだよね、こんな柔らかかったか、定価価格が14,980円、うん、はい、なんとうちの動画見てくださってる方には9,800円、あの概要欄に枕のサイトとあとクーポンコード、もし興味ある方はぜひ早めにご購入してください。